三人抜けた金プリの気になる今後、長瀬門と高橋山の二人組も良い。芸能リポーター長ぶっちゃけ芸能座談会。こんにちは、皆さん。キングプリンス以下、金プリのファンの皆さん、そして芸能界に興味をお持ちの皆さん。2023年5月22日は、金プリにとって大きな天気となる日でした。 平野紫耀、神宮寺勇太、岸ゆ太の3人がグループを脱退し、平野と神宮寺はジャニーズ事務所も退所しました。岸ゆ太も今週に退所予定で、グループは長瀬角と高橋山の2人で活動を続けることが決まりました。この重大な出来事について、芸能取材のプロたちが水も甘いも語り尽くす座談会をお届けします。 これからのキンプリ、そして長瀬角と高橋山の二人組に注目が集まっています。ベストアルバムの売り上げは184億円。芸能評論家の三杉竹内以下三杉が、k n g o ブスがついに、と言い出しました。このグループが日本のエンターテインメント業界においてどれだけの影響力を持っていたか、売り上げの数字からも伺えます。 ベストアルバムの売り上げが184億円にも達したのです。芸能リポーターの安倍霞氏以下、安倍も寂しい気持ちはあるものの、金プリの功績は計り知れないと述べています。売れに売れ、そして貢献してきたグループが一部のメンバーの脱退という形で幕を閉じることは多くのファンにとっても寂しい瞬間でしょう。 三三サンサン氏は続けて、脱退メンバーについて言及し、最後、損だけ稼いで、とコメントします。金プリのメンバーは、長年にわたり多くのファンに愛され、多くの収益を生み出してきました。その成果は、脱退メンバーにとっても何かしらの形で利益となるのでしょうか安倍氏は、特別手当などについて言及し、ジャニーズ事務所の内情に触れました。そして、 タレントの石岡舞志以下石岡が絶対必要ですよね。と、コメント。脱退メンバーに何かしらの形での特典があることはファンからの感謝と尊重の表れでしょう。名前は残す方針について座談会は名前についての話題に移ります。現在、長瀬角と高橋山の二人組が金プリの名前を残すことが決まっています。 佐々木博之氏以下佐々木が現在テレビ CM で流れている新曲に触れ、石岡氏もその出演を確認。二人組として新たなステージに挑む彼らの姿がファンにとって新鮮であり、感慨深いものとなっています。金プリの名前が残ることは過去にも例があります。 例えば、東方新規もグループ内でのメンバー脱退がありましたが、名前は残され、別々に活動を続けました。今回も、キンプリは、キングとプリンスとして、それぞれの道を歩むことになります。石岡市は、二人組の新曲について、よかったですよ。と、述べ今後の活動に期待を寄せます。三三市は、他のグループの例としてヘイ、へい、 ジャンプを上げ、金プリのメンバーが個々に役者としても活動する可能性に言及。彼らの多彩さとポテンシャルに期待が寄せられています。二人の今後の活動から目が離せない座段階の最後に、長瀬角と高橋山の二人組についての期待と応援の声が上がりました。彼らが新たなステージでどのような活動を続け、どれだけの成果を上げていくのか。 ファンや芸能関係者として注目せざるを得ません。金プリが3人減少したことで新たなチャレンジと可能性が広がります。長瀬角と高橋山の二人組にはこれからも応援し続け、彼らの成功を心から願っています。金プリの歴史は続きます。皆さん、どうぞ二人組のこれからの活動に期待しましょう。以上。 芸能リポーター長ぶっちゃけ芸能座談会からのレポートでした。金プリファンの皆さん、引き続き彼らを応援しましょう。